藤尾くんやる？じゃあ今からですね、急遽今日ですね、バンド組みました。今日今アジャパーってバンドですけど、こいつが藤尾くん。あのカウンターの中にあるマルボンさんのちょっと太っちょの人が聞いてねえぞー言ってないわけだから、うちの石黒とちょっと簡単な、アジャパっていうバンドをね、まあ、そのカウンターにいないですけど、ちょっと構わんで、もう何も打ち合わせみたいなことしてないから、来月で42歳、11月で42歳、12月か、この2人も来月41歳。よろしくお願いします。おじいさん4人揃ってアジャパーです。よろしくお願いします。久しぶり。紹介します。正露丸です。まずいなこれな。今楽曲に関するこう真剣な打ち合わせがあるのでしばしご勘弁。すいません本当にやばいです。これなんかさ、これすごいぼちゃぼちゃ変なんだけど大丈夫？すげえ気になる。すっごい最初から変なんだけど。まあ26で止まるから。草野君とは先日あのポリスのライブ一緒にね行ったりとか。ポリス行ったんだ。はい。俺も行った。初日の方でしょ？初日。ケボは追っかけだから2日間。本当に。で2日目一緒に。で藤尾さんとは去年だっけもうあれ。バーベキュー。バーベキューとかやってるよね。ね、はい、あれ今日子供たちは。大丈夫。大丈夫。明日運動会。ああなるほどね。下の子の前は大丈夫かな。あお疲れ様で。なかったよ。まずいなこれな。ちょっとやべえぞ。昭和の香りが昭和の香りだよな。しょうがねえんだよこれ。もう本当におっさんなんで、さっきなんか藤尾の時になんかねメタボの話とかが出てて非常に耳が痛い感じだったんですが、私も、ね、元気にやっております。ちょっとアルバム何没曲アルバムやろうよ。頑張ろう。まあ恥ずかしい曲が山ほどある。これはなんかね、なんかの縁ということで、守も誘ったんだけどね、ちょっと仕事で来れない。本当に、はい、すいません。発売記念ライブを4年後ぐらいに。OK。痩せないね。いくつだよ。もう45？ 46？ 6？ すげえ。多分2人ぐらい死んでるね。なるほどね。そのうちの1人に入らないように、気をつけたいと思っておりますが。